ユキリがセンターだからさ、来年。
있어요. 미나토 혁신회관. 어? 아, 네. 더블이. 더블이. 나이가 나이가 이 오고 오때 뭐 내구지
橋彩香です。よろしくお願いします。二十歳になりました。あ、ありがとう。おお、二十歳になりました、高橋。ということでね、まあ、ちょっとでも私のそばで皆さんに感謝の気持ちが伝えれたらいいなと思います。それでは聴いてください。中川翔子さんで空色です。じゃあ、くるみん、なんか、どうよ。じゃあ、
ャンプと、まずね、お酒まだ飲んでない。あー、そうなの、ね、なんかね、学校の友達とね、お酒飲みに行こうって思ったんです。おー、なんかせーおめでとう。20年間大きな病気や怪我もなく、健やかに
元気に成長してくれてありがとう。彩香とは性格が似すぎているためよく喧嘩しましたね。泣きながら話し合ったこともあるよね。喧嘩の後はいつも彩香が謝りに来てくれたよね。ごめんね。お母さんが悪くても謝ってきてくれました。ごめんなさい。この場を借りて謝ります。小さい時から好奇心旺盛でいろんなことにチャレンジしてきましたね。そして大人になった今、新たな夢に向かって突き進んでいる彩香がすごく頑張ってるね。これから先社会に出るとたくさんの試練があります。そこは彩香の持ち前の笑顔とガッツで頑張ってくださいね。でも無理はしないでね。あなたにはたくさんの友達や家族がいることを忘れないで。ずっと彩香のこと見守ってるから。そして最後に、彩香、私たちの元に生まれてきてくれてありがとう。彩香のお母さんにしてくれてありがとう。たかしのお母さんからです。ずっとクルちゃんのメッセージを読みたいと思います。誰からですかね。誰からですかね。大丈夫だ。クルさん、お誕生日おめでとう。20歳になったんだね。これからは自分の身の回りのことをできるようになろう。まあサポートするから夢に頑張って、向かって頑張れ、くるちゃんのお母さん。闇ルート、闇ルート。Come on.
終わろうか終わろうかよし、じゃあ、いくよ。私たち、名古屋スクールオブミュージック専門学校在学中の歌って踊って演じるアイドルスクミューです。ありがとうございました。ありがとうございました。2階のブッパーは2階かな。あっち持ってきて。